ロイクジラは、アスカ時代の人物、大見軍の武将、聖は作り、人身の乱において、大友ト子側の別将となり、中道で戦って敗れた。伊予医師は、大見国来る元軍ロイの地名を由来とする氏族で、あるが、出自は不詳。人身の乱勃発時に、イオリイクジラが、どのような地位にあったかは不明だが、大友ト子の側の将犬界五十君が、和の敵軍に向けて、 南に進んだ時、その別将であった。五十軍は、村山で進んで陣営を置き、クジラに二百の精兵を引きさせ、敵将大友不寄符の本営をつかせた。クジラの部隊は、少数だったが、その時は不寄符の周りの兵力も少なかった。しかし、クジラの軍の前進は徳丸らがいる矢でとどめられた。そうするうちに、下道にあった味方の左翼が破れ、そこから三輪。 高市マロとおけ、人の敵部隊が転じてきた。クジラの部隊は背後に敵を受けて敗走した。クジラもまた白馬に乗って逃げたが、馬が泥田にはまった。不寄付はこれを見て、海の勇者に、あの白馬に乗る者はロイクジラだ。急いで追って、い,いよと命じた。海の勇者が近づくと、クジラは急いで馬に鞭を打った。馬は泥田から抜け出し、逃げることができた。 日本書期において、その後のクジラに関する記載はない。ありがとうございます。